ザ・リッチャーは、アメリカのロックバンド、テキサス州ニューブローンフェルズで結成されたが、後に、テネシー州ナッシュビルへ移動した。バンド名は、C.S. ルイスの著書、キリスト教の聖髄に由来している。バンド名は、ナルニア国物語の作者としても知られる、C.S. ルイスが、その著書、キリスト教の聖髄の中で用いた例え話に由来している。小さな子供が、 父親の誕生日プレゼントを買うために父親に6ペンスのお金を求める。父親は子供にお金を与えてそのプレゼントに喜ぶがそれによって父親が6ペンス分の得をしたわけではない。これはキリスト教における神と人との関係を説明するためにルイスが用いた例え話であるがバンド名がこの一節に由来することをリーナッシュがテレビ番組 エイトショーイズ、デイビッド・レターマンで語っている。このバンドの起源は、1990年代初頭、ギタリストケンソングライターのマット・スローカムが、教会のリトリートで、歌手リーナッシュに出会ったことに遡る。彼らはデモを録音し、1993年に、REX レコーズから、ファーストアルバム、ザ・ファーザーレスザ・ウィドウをリリースした。このアルバムには、スローカムのバンド、 ラブコーマのドラマーのクリス・ドッツが参加している。ザ・ファーザーレスザ・ウィドー発表直後、スローカムは、シックスペンス・ノン・ザ・リッチャーに全力を注ぐべく、ラブコーマを脱退した。1995年のアルバム、This Beautiful Mess を出す時には、ギタリストとして、テスワイリーを、ベーシストとして、JJ プラセンシオを、ドラマーとして、デール・ベイカーをそれぞれ迎えている。 どちらのアルバムもプロデューサーはアーマンド・ジョン・ペトリが務めた。1997年にはスティーブ・テイラーのスクイーンとエンターテイメントと契約し、アルバムキス・ミーをリリースして徐々に幅広いファンを獲得していった。この後、1999年にシングルキス・ミーをリリースして一躍全米の脚光を浴びた。グラミー賞にノミネートされ、カナダやイギリス、 日本、オーストラリアなど10カ国で放送回数第1位を記録。この曲は、シーズ・オール・ザットなどの映画や、ドーソンズ・クリーク、サタゲー・ナイト・ライブなどのテレビ番組にも登場し、シックスペンス・ノン・ザ・リッチャーの代表作となった。しかし、大ヒットを記録したことによる CD セールスへのプレッシャーと自分たちのやりたいこととのギャップに悩むようになり、2004年2月6日に、 解散を発表。スローカムは、新しいバンド、アストロノート・プッシャーズを始めた。ナッシュは2005年の秋にソロアルバムの録音に入り、2006年8月に、ブルー・オン・ブルーをリリースした後は、母親業2000年。2007年11月、活動再開。EP、マイディア・マシンをリリース。また、2008年のアメリカ・ヨーロッパの夏のツアーの日程を発表。 2008年10月、グループ初のクリスマスアルバム、ザ・ドーン・オブ・グレースをリリース。リー・ナッシュ曰く、シックスペンスのファンはずっと、クリスマスアルバムを待ち望んでいたわ。それは、私たちが、いつもやりたかったことだけど、どういうわけかチャンスがなくてできなかったの。今、私たちは復帰して、このクリスマスアルバムは、長い間サポートしてくれるファンへのいい、 クリスマスプレゼントになるんじゃないかって考えたの。私たちはとても気に入っているし、みんなも気に入ってくれるといいな。2008年12月、ラブカムダウンクリスマス2008ツアー開始。現在のメンバー9メンバー。ありがとうございます。